シピオネア・アマーティの日本欧州王国の歴史は二次資料の例である。学術分野における二次資料とは、元はどこか他のところで示された情報について述べた、あるいは議論した文書もしくは記録。二次資料は一次資料と対比され、一次資料は議論される情報の大元の情報源であり、それは、ある情報について直接的な知識を持っている人や、 そうした人により書かれた文書であったりする。一方で二次資料は一次資料に関する情報を提供する。そこにおいて大元の情報は選択、修正され、然るべき形式に整理される。二次資料には大元の情報の一般化、分析、解釈、評価が含まれる。何であれ手元にある情報源を最も正確に分類する方法などというものは、 常に明確に分かっているとは限らない。一次資料と二次資料は相対関係にある用語で、ある情報源はそれがどう使われるかに応じて一次資料にも二次資料にも分類されうる。百科辞典や辞書といった三次資料は分析を含む点で二次資料に似ているが、項目に関して広範な入門的概要を示そうとしている点が異なる。 情報というものは多様な種類の物体から得ることができるが、この分類システムは、記号的情報源と呼ばれる種類の情報源でのみ、有用である。記号的情報源とは、他者に情報を伝達する目的で作られたものを指す。一般的なものとして、手紙や手記といった文書が挙げられるが、例えば陶器の破片や吐き溜めから発掘された残飯などは含まれない。したがって、 昔のゴミの山からいかに多くの情報が得られたとしても、逆にある文書からいかにわずかしか情報が得られなかったとしても、情報量自体は問題ではない。多くの情報源は、それが使われる文脈に応じて一次資料にも二次資料にもなり得る。さらに、両者の区別は主観的かつ文脈依存であるゆえ、厳密な定義を定めるのは難しい。 例えば、歴史学的な著述において、過去の文献から、新しい歴史学的結論を導くという場合、その結論の根拠となるのは一次資料であって、過去の文献の情報を扱った二次資料ではない。ある情報源は一次資料にも二次資料にもなりうるたの、例として、死亡記事や、ある雑誌で、特定の期間に、特定の主題に関する記事が何回掲載されたかの、 調査といったものが挙げられる。ある資料が特定の文脈で一時、資料、二次資料のどちらとみなされるかは、その分野における現時点での知見の高により変わり得る。例えば、ある文献が過去の未発見の所簡の内容に触れているならば、それは大元の情報源に最も近しい基地の資料であるため一時資料とみなし得るだろうが、 後にその書簡が発見されたならば二次資料とみなされるだろう。科学的、学問的コミュニケーションを構造化、モデル化しようとした場合、一次、二次、さらに工事の概念が必要になる。そうしたモデルの一つが、情報拡散におけるユニシストモデルである。そうしたモデルにおいて、これらの概念は、相互の関係性として定義され、このような概念の定義の仕方を受け入れることは、 このモデルを受け入れることにつながる。現代の諸言語によっては、情報源を2種類以上の言葉で表現する。例えば、ドイツ語は、通常、歴史的事実に関する二次資料を、スクンハー・リトラッチャー、史学史に関しては、スクンター・クウェルと表現する。後者は失われた、プライメ・クウェルについて記した、情報源であり、例えばすでにもう現存せず歴史学者が検討しようも、 ない覚書を引用した書簡といったものがある。一般にこの分野での二次資料は創設論文やメタアナリシスとして自ら二次資料と名乗る形で書かれる。一次資料の典型的な定義は実際に研究を行った科学者が書いた原著論文となる。一次資料の論文の例としては研究を行った本人が目的、方法、結果、 考察という不思構成で書き、科学雑誌に掲載されたものが挙げられる。分野によっては、科学論文の序論部分に記された文献の要約が二次資料とみなされることがあり、それは、ある疾患や治療法について何が分かっているかに関してその本の特定の章で書かれていることを説明したり、先行研究を再検討した創設だったりする。査読を受けた一次資料における、 その分野の先行研究の概説は二次資料となる。これにより全般的な創設記事がまだ出版されていないような分野でも近年の知見に関する二次資料が存在することになる。ある本に関する表者の見解を含んだ書評は、表者の意見に関する一次資料であり、本の内容に関する二次資料である。書評に含まれる本の要約は二次資料である。 図書館情報学において二次資料とは一般に研究における特定の情報や目的という文脈の中で一次資料を要約したり論評した情報源のことを指す。数学分野における二次資料の重要な利用法は一次資料に記された難解な数学的概念や証明を一般の人々にもより理解できるようにすることが挙げられる。その他の科学分野では 三次資料が入門的な役割を担うと考えられている。歴史学及び人文科学の二次資料とは通常、近年の解説者、特に近年の学者の観点から書かれた著書や学術雑誌を指す。人文科学において、作読された論文は常に二次資料である。情報源を一次、二次と定義することは、私学史の分野でまず始まったことで、それは歴史家たちが、 歴史的著述の情報源を同定し分類しようとしたことによる。学術的な著述において情報源を分類する重要な目的は情報源の独立性と信頼性を見定めるところにある。オリジナルな学術的著述において歴史学者は学術的解釈という文脈にのっ,とって読み込んだ一次資料に基づき執筆を行う。19世紀に ドイツの学会で確立されたランケの歴史学的手法以降、歴史学者は一次資料の記録文書を用いている。大学の学部学生が行う研究は二次資料に基づいているが、一次資料を断片的に使う場合もある。法学法学の分野において、情報源の信頼性は通常その来歴に依存するため、情報源の分類は重要である。 一時的な情報源には、判例、憲法、法令、政令その他の法的裏付けを伴う情報源が含まれるだろう。一方で二次的な法的情報源には、書物、判例集の途中、記事、百科辞典が含まれるだろう。法学分野の著述家は、通常、一時資料の引用を好むが、それは一時資料だけが権威を備え判例として有効だからであり、 二次資料は政治へ解説文書に過ぎないからである。家族史、二次資料とは、出来事、状況に関する記録、言説を指し、それは出来事、状況に直接は関係しなかった、目撃者でないもの、何らかのものによって、出来事の当時、その後のいずれかの時点において、筆記、口述されたものであるか、目撃者が出来事の後の誤りがちな記憶に頼った、 いずれかの時点で記録したものである。したがって、この定義によれば、出来事から長い年月が経った、誤りがちな記憶に頼った時点に書かれた、直接の当事者による記述は、その出来事のことを記した、最初の発表物であろうとも、二次資料である。次元次元は、その本人以外の主題に関する情報を得るために、使われた場合、歴史学や人文科学における二次資料になり得る。 例えば、第一次世界大戦の戦後に書かれた戦時の出来事に関する自家の体験談は、現代のものとは著しく異なった、当時広く受け入れられていた戦争感に影響されている。ありがとうございます。